サントクロチルド聖堂はパリ7区に混流された教会建築である。1827年にパリ市議会によって建造が議決され、1846年にフランツ・クリスティアン・ガウによって設計、着工されたが、ガウの死後はテオドール・バリューに事業が引き継がれた。1857年春工。モルロス・ウキ教によって同年11月30日に開かれた。 教会堂は聖女クロチルドとリモージュの諸女こと殉教者バレリーに封建されている。1897年にクロービスの受詮1400年を記念してレオ13世によってバシリカ小聖堂に昇格された。サントクロチルド聖堂この美しい、やや霊言としたネオゴチック様式のバシリカは高さ69メートルの2つの戦闘がそびえ立っている。 内装は晴れやかで荘厳である。とはいえ、美しいステンドグラスやルヌブルの絵画、聖書女の礼拝、プラリエやデュレの彫刻、十字架の道に加えて、聖女バレリーを描いたウジェーヌ・ギオームの彫刻が見える。2007年に、グルジア人彫刻家、金銀イク士の愚事によって、新たに大祭壇が制作され、設置された。この建築物は、 サミュエルルソ庭園を高く見下ろしており、マロニエや園獣、西洋花像を眺めることができる。カバエイコールコルにより設計、建造された有名なパイプオルガンが聖堂内に設置されており、名だたる作曲家が、教会オルガニストを務めてきた。歴代の著名なオルガニストは、以下の通りである。ありがとうございます。